どうもハンサムクロジです。今日はですねローソンで可愛いものを買ってきました。あの新垣結衣さんの CM でもおなじみのこちら可愛い可愛いか中華まんです。あのパッケージのひよこっていうよりもあの CM で新垣さんを見下ろしてるちょっとね何考えてるか分かんない顔のひよこに似てます。味はチキンラーメン味じゃないそうです。やった。僕チキンラーメンが本当大の苦手で本当に苦手なのでチキンラーメン味じゃなくてよかったです。どんな味なのかちょっと確かめてみたいと思います。可愛いのは申し訳ないんですけどこの顔面を真っ二つにしていただきましょう。ここからおなんだこれ、マスクこれ甘い匂いする。ちょっと食べてみます。いただきます。うん、なんか甘酸っぱい。甘い、さつまいもかな。白身あんと黄身あん、卵をイメージしたあんこのあんまんってことか。へえ、なるほど。でも甘すぎなくて食べやすいかも。あの白あんは白あんの感じの味で、黄身あんっていうのが初めて聞いたんですけど、よーく見てみるとこのあんの中全体は白あんなんですけど、真ん中にちょっと黄色い部分があるの見えます。なんとなくわかりますかね。ここが多分黄身あん、卵黄っぽい味があってまろやかとろっとしてる感じがして美味しかったです。これもなんか2つ合わさるとさつまいもあんみたいな感じのに最初錯覚してしまうくらいの味でした。見た目も可愛いですね、ひよこちゃん。はい、ごちそうさまでした。ハチハンサムです。ということでこれは、なんと28日までの発売さ販売だそう、28日までの販売だそうですので、気になる方はぜひ急いでローソンへ。結構ローソン行ってんのに見つけられなかったですね今まで。なんでだ、見つけた方はゲットして食べてみてください。そんな感じ。というわけでちょっと喉の調子悪いんですよね、風邪かな、ちょっと困ってますけど頑張って治します。以上ハンサムクロジでした。バイバイ。